お前は自分がぶっ壊れてるって言ってたけど、俺はぶっ壊す方だから、お前よりひどいよな。あの頃の俺には何もかも煩わしかった。白岩さんは物いるんすか？ああ、いないいない。俺は最低な人間だよ。ただ働いて、ただ死んでいく。それが残りの人生だと思ってた。何を知ってんの？私たち知り合い？あ、バツイチだっけ？子供いんの？いるよ。なんで？どっちでもいい。格闘技の教室知ってる？足と足をガッて繋いでさ、くるっくる回りながら落下すんの。すごいね。本当に恋に落ちんの。見つけた方がいいっすよ。頭おかしいっすよ、あいつ。心配ないよ。これなくすもんなんて何にもないから。今日から自分が変われるかもしれないって思ったら、もう死んだみたいに生きなくてもいいって思うな。お前はお前なんだよ。狂った俺とお前と一緒に生きてみないか。